のはこのストレートアイロンプロの方がとってもやりやすくなってると思います。絶対こちらのプロ一択です。見えないところで大きな変化となりますね。アイロン入れてても気持ちがいいです。気になる方は最後まで見てください。皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。今回は3ヶ月間毎日毎日私がリファストレートアイロンプロを使った感想を動画にしていきたいと思います。前回も発売されてすぐレビュー動画を上げたんですが、たくさんの方にご覧いただいて本当にありがとうございます。買うきっかけになったよとかたくさんのコメントいただいて本当に励みになっています。こういったアイロンってやっぱり使ってみないとわからないじゃないですか。発売されて3ヶ月経ってやっと百貨店やオンラインショップで発売が開始されました。より皆さんがお買い求めやすい期間になりましたので、改めて私が毎日毎日このリファストレートアイロンプロを使ってみて、実際にやっぱり良かったところ、気になったところ皆さんにご紹介していきたいと思います。今日はさらにこのリファストレートアイロンプロの良さを伝えながら、朝の私の支度ちょっと遅れ毛、今日はねちょっと結んでいますので、前髪と遅れ毛をちょっと実際に巻きながら、巻き方を説明する動画というよりはちょっとアイロンの説明をメインにやっていきたいなと思いますので、気になる方は最後まで見てください。はい、では早速ちょっと朝のスタイリングをしながらアイロンの説明をしていきたいと思います。前のモデルと一緒で高密度炭素ヒーター低反発コートの3層でできているこのカーボンレイヤープレートというのがリファの一番の特徴かと思います。まず高密度炭素によって髪の内部の水分量を整えてくれます。髪の毛の中の水分が水蒸気爆発というものを起こさないので髪が指通りよくしなやかな仕上がりになります。ヒーターによって熱をマイルドに加えて低反発コートで髪の形状を潰さずツヤを出す、これが結構リファのアイロンの特徴かなと思います。今回新しくなって、今まではプレートの片側に温度センサーがついていたんですが、今回から2つ温度センサーがついています。これによって温度の上昇が早くなったりだとか、アイロン入れてる時に温度が急激に下がったり、熱ムラを防ぐことができます。髪の毛は熱を通すと均一にツヤが出やすくなりますので、ムラがない方がいいんですね。なのでこの温度センサーが2つついたっていうのは見えないところで大きな変化となりますね。でまたスタイリングに最適なグリップ力がすごく良くなっています。ここにポイントができたんですよ。デザインにもなってるんですが、親指を添えるためのポイントになってまして、髪の毛に負担がかからないように摩擦を軽減できるグリップになっていますので、より使いやすくなってます。で、私のおすすめポイントは、前のモデルはプレートのズレが結構あったんですが、このプレートのズレが軽減されました。それによって挟んだ時の密着度だったり、スルーさせた時の摩擦が全く感じないので、つるんとした仕上がり、アイロン入れてても気持ちがいいです。結論ですね、使ってみて最高に良かったということですね。これ以上のコスパのいいアイロンはないかなと、もっとお値段がするアイロンがあったりだとか、お求めやすいアイロンってたくさんあると思うんですけど、やっぱり使い心地、価格、あと質感、いろいろ総合点としてみれば、このリファのストレートアイロンプロっていうのはなんかどんな人にもおすすめしやすいアイロンかなと思います。この温度センサーが2つついたことによって熱が逃げにくい、冷めにくいので、くせ毛を伸ばすのはこのストレートアイロンプロの方がとってもやりやすくなってると思います。前のモデルは 295g だったんですが、今回 325g でちょっと重たくなってるんですが、正直前回のモデルが軽かったんで、なんかちょっと重さがあった方が安定感はあるのかなと感じてます。さて反対側も巻いていきたいと思います。私はあんまり海外に行く予定がないんですけれど、今回の新作からはマルチボルテージなので海外対応だったりもするので、それが嬉しいっていう方も多いみたいですね。このリファストレートアイロンプロは税込み23,000円です。前回から1100円値上がりしていますが、私は正直この値上がりの価値はあると思います。それ以上の価値はあるので、もし前のモデルのリファビューテックストレートアイロンと
このストレートアイロンプロどちらを購入しようか悩んでいる方がいらっしゃれば、絶対こちらのプロ一択です。なんか前のモデルよりは全然良くなっていますし、使い心地が全く違うので、悩んでいる方は私はこっちの方がおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ちょっとゆるーく私の朝のスタイリングをしながら、3ヶ月私がストレートアイロンプロを使ってみて、改めてレビューを皆さんにお伝えをいたしました。冒頭にもお伝えしましたが、百貨店やオンラインショップでも販売が開始となりました。皆さんが手に取る機会も増えてくると思います。私一押しのヘアアイロンとなりますので、もしちょっとこう購入を考えている方とかがいらっしゃれば、前に挙げたレビュー動画も概要欄のところに貼っておきますので、ぜひぜひ参考にしてくださると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録していないよっていう方は、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。